本日紹介するカレーはこちら、銀座大和の大和豚カレー。大和豚また出てきましたね。これ大和豚のハンバーグカレーウィークリービビカリーになってるんですね。期待大ですよ。美味しかったからね。その大和豚を作ってるフリーデンが銀座に銀座大和っていうレストラン出してるんだよね。そこで作ってるカレーをレトルトパウチしたもので、す最上級ポークカレーが味わえるんじゃないでしょうか。それでは行ってみたいと思います。プリーズディッシュアップ。見た目だけだとどれが大和豚肉なのかわからない。うん、香りはね結構控えめだね。なんだろう、こうやって書いてもご飯の匂いがくるぐらい結構ね控えめな香り。黒豆、これの匂いもするね。それではいただきます。芋かと思ってたら豚肉でっかいんです。このごっつり、これごっつりごっつり豚肉、とっても柔らかい。でっかいのにちゃんと中まで火が通ってるし、うん。パッケージにはスパイシーなカレーですと書いてあるけど、この黒豆これが入ってることによって結構甘く感じるね。お肉自体もね結構甘いしね、大和豚は。大和豚のハンバーグカレーもそうだったけど、ルーがね深い味がするんだよね。いろんなスパイスをふわって入れてますみたいな、深いね、深い。大和豚を売りたいフリーデンが大和豚に合ったカレーを作りましたっていうのがすごいよくわかる。銀座大和の大和豚カレー、こちらのバーディーポイントは20バーディーポイント。深い味がするルー、シンプじゃないよ、とっても美味しかったです。今日のカレーもとってもビビカリ、僕の心をレトルトパウチへ。